霊場はまったりおごしょもう。星に、悪役霊場ものが好きな社畜の OL が過労で画面をべらしてしまい自分が読んでいた悪役霊場シナリオの悪役霊場に転生する。なんやかんやあってサクッと断罪イベントをこなした後はその悪役霊場ものは断罪後は悲惨な扱いになることはなかったので前世の夢である辺境で喫茶店をやろうということで喫茶店を始める。その世界は人族至上主義であり獣人は1960年代あたりのアメリカの黒人のような扱いをされている設定なので獣人はまったりできる場所も宿もなかったが差別の比較的少ない現代に生まれた主人公は獣人差別をしないのでイケイケで美形の細長獣人たちを餌付けすることで籠絡して彼らのスイートスポットになるというスローライフシナリオ。喫茶店を始めたらクソ美人な容姿によってクソ激烈に苛烈な接客を迫られていてゆっくりカフェ経営をしたい主人公は苦労していた時に人間よけに使える獣人たちに懐かれたことで理想の仕事ができるようになるというシナリオ。作画担当が動物好きなのか半獣状態でも動物の可愛らしい仕草とかの描き方がクソ上手でありモフモフに癒されたいという部分のコンセプトをしっかり描けているし主人公のメスも動物の方が好きな設定がベネ。時折入るうじうじムーブがおまんじゅうたち的にはノイズであり不要な内容だと思われるが少女漫画のニーズはこのうじうじムーブなのかもしれない。現代社会に疲れた人族におすすめな漫画。